マジックス国際公式演動者の古ロ宏利です。本日はサンプリチュードのミキサー画面についてご説明できればと思います。まずですね、こういったプロジェクトを開いた状態で M ボタンを押します。キーボードの M ボタンですね。そちらを押しますと、こういった形でミキサー画面が現れるということで、まあ、皆さんも既にお使いで現れるならばですね、よく使ってらっしゃる画面ではないかなと思います。 えそれでまあ今ですね、こういった形で今プロジェクト開いてますので、様々なえ音量であるとか、プラグインがどうやって刺さってますよ、この EQ どうやって使ってますよというものが現れます。それですね、まずインプットなんですけども、こちらですね、まあ一つチャンネルというような形で、まあこれレックの時ですね、主にですね、使われるかと思います。さらにはですね、これよく使われるかなと思うんですね、これ原因ですね。ボリュームとはちょっと違う形で音量が上がっていきますので、 まあ非常にあの有用な形で使えるかと思います。あのー、まあ、マジックスのその音質というふうなものがですね、よくえ話題になるんですけども、この原因がですね、そらく世界で最も,と,もと言っても過言ではないのかなと思っていますけども、非常にクリアな形でえ音が上がっていくといったところが一つ魅力ではないかなと思います。さらにはですね、オグジュアリーですね。オグジュアリーに関しては、どこのトラックに音を飛ばしますよということで。 例えば、このオクジョに対して、まあ、こちらの方ですね、えー。ディレイですね。こちらが飛んできているというようなことで、音のエフェクトをこう作り上げると。さらにはオフもできますよという形ですね、まあ。ディレイの,そのレベルをこうやって、えー、合わせていくということもできるという形になります。さらにはですね、えー、こちらプラグインはもう開いている状況ですね。えーまあ、プラグインは本当にそのままですね。何を指すんですかというようなところですので、 まあ、例えばマジックスのプラグインを使いますというような形でですね。まあ、エッセンシャルの中でという形で、じゃあ、ここに関しては、そうですね、リバーブさせますよとかですね。まあ、こういった形で。本当にここに関しては何もそんなに説明はしてないかなと思います。そして、この下段にありますですね、EQ ですね。これがすごい独特です。普通の、通常の DAW ではあまり見たことがないんですけれども、まあ、こういった形ですね。これこでこう右クリック。こうやってするとですね、 こういった形で EQ が現れます。で、こういった4バンドの EQ なんですけども、えー、まあ、本当にですね、結構こう、いい感じで使えるような形で、まあ、アグレッシブな EQ というよりは、本当に補正というような形で使えるかと思います。えー、まあ、いつも使っている EQ に対してもうちょっとカットをこうしたいなとかですね、えー、まあ、ブーストに関してはそこまで向かないかなと自分は思ってますけども、あのー、まあ、 いわゆるちょっとした補正に関してはものすごく本当によく効く EQ かなというふうに思いますね。さらにはですね、その下にはパンがありますね。で、パン、ここ右クリックするとですね、こういった形で結構なかなかあの小技が入ってるんですけども、この,まああのパラメーターのところ、ね、あの以外にですね、まあ、こうあのパンのですね、こういった連動してますね。 さらにはですね、これ、ステレオワイズですね。こちらの方の設定もできるといったところで、非常にこれ、便利です。非常に使いやすいですね。で、モードやなんかもですね、こういった形で、どれぐらいの聞き応えのするものなのかとかっていうことも、ちょっと調整できたりとか。なかなか、その黒とし口で、あの、細かい調整なんかも対応しているといったところが、マジックスのやはり、一つ利点と特徴ではないかなというふうに思いますね。あとはさらに、リバースですね。そういったものもあります。インバートもあったりもします。 まあフェースですね。はい。で、さらには、これボリュームがあってですね。で、あとは、ソロ、ミュート、レックボタンですね。さらには、ここに関しては、オートメーションのどういうふうに書くのかというふうなところで、まあ、リードですね。とか、こうライトボタンとかですね。あります。さらにはですね、アウトプットですね。こういった形で、まあ、さまざまなものを選べます。えー、まあ、主には、DAW の中だけで完結させるということであればですね、 ステレオマスターというようなところを選ぶことは通常かなと思います。本日は以上となります。ありがとうございました。